ラは調節してください。よいしょ。うん、 OK。 うん、今オープニング流してます。はい、にゃ、見て、はい、行きます。はい、どうぞ。はい、こんにちは、サーの時間です。私、原が進行していきます。よろしくお願いします。本日は2月の12日の月曜日の朝になります。よろしくお願いします。待ってたよ。なんてなった方、あの紙がどこに行った、あったあったあった。準備しておりません。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginom.com、 また FM ギノンでは YouTube とツイキャスでの映像と音声のネット配信をしています。 FM ギノンを検索してください。よろしくお願いします。ということで、月曜日の朝またおじいちゃんの話を聞いてください。で、何から話そうかなっていろいろ考えてはいるんですけど、はいはいはい、いろいろね、考えた結果、久々ちょっとこの世のない話を、何何、この世のない話、この世にいないものの話をしてもいい、怖い話ですか。1月22日の月曜日のね、5時過ぎぐらいにね、久々保育園にいる小さい子を見たんだよ。はいはいはい。で、もうみんないる中で遊んでるんだけどさ、うん、なんか、うん、自分が座っている右横の奥の部屋からさ、はい、なんか足音が来るわけ、うんうんうん、頭の中で、あ、子供が来たんだと思ってから遊んでるさ、はいはい、後ろにスッて消えていくわけさ、はい、ん？なんぞやと思って後ろ見たら壁だわけ、うん、ということは、ということは、あの女の子かという、あの女の子ってそんな、何、毎回出てくる子がいるんですか。いるらしい、見える人にとってはっていうのが久々だった。久々、いつも自分のそばに来て行動とか見てるんだけどさ、で考えてみたらさ、自分耳で音聞いてないんだよね、うんうんうん、頭で音を聞いてるんだよ、はい、パタ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 って、うん、でよく考えてみたらみんな気づいてないんだよね。みんなっていうと周りは気づいてないんだよね。その足音に対してですか、うん、自分だけなんだよね。へえ。で、横見て、うん、いねえな、うんうんうん、って、なんだと思って、はいはいはい、30秒くらい経って、ああ、それか、うん、っていうのが久々あった。へうん、なんかそばに来るんだろうなって、なんか聞こえば分かる、小さい子のパタ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 やるさ。どういうこと？小さい子走るときパッタイパッタイするさ。はいはい、はい、うん、でなんか聞き覚えのある、あ、これなんか違う足音っぽいなって思って止まんだろうなと思ったら、スッと去っていったから、そばから通るんかいって、何しに来たんだいっていう話。通り過ぎただけだったんですか。通り過ぎ、壁の中入っていきって。と、みんな知らない話。怖いんですか。別に怖くはないか。自分は怖くない。いや、面白いよ。たまに、あの、子供2人しかいないけど、3人の時あるからね。そ、は、ば、い、でじーって見てるだけ。どうしたのって言ったら、どっかに、なんかそばに座って見てたり、うんうんうん、パタパタどっかに行ったり。へ、いい子よ。何もしない。何もしない、いい子。ただ走り抜けたことが意味がわからんかった。なんででしょうね。よそから抜けたらと思うようなっていう話でした。怖いよな、怖いよな、怖く、うん、なんか見える人にとっては可愛いという話がある。へー、うん、と言っていたぞ。私見えたことないからな。そう、
前のかなちゃんだったか、土曜日の、誰でしょう、かなちゃん。土曜日担当の女の子がいたさ。11月に退職した子、ああ、カレンちゃん。カレンちゃんか。あの子も面白い子だったけどね。あの子に普通にこんなこと話したら、こんなフランクに喋る人初めて見たって 確かに。全然怖くないね、花さんが。そりゃそうだろうなっていう話で、いろいろ考えてきたんだけどさ、いろいろガンダム今作ったらどうなるかとか、何を作ったら？ガンダム、プラモデルですか？本物、物？高坊さん久しぶりです。本当に久しぶりですよね。 ガンダムの作り方か、物の数え方っていろいろ考えたんだけどさ、ガンダムの話しようと思って。私、そっか、じゃガンダム自体私よくわからないので。ガンダムっていうのは、ロボットアニメの、昼休み中、お疲れ様です。本当だ。今、高坊さん、休みなんだね。というか、久しぶりですね。ね、本当に、月曜日の朝になって、こうやってツイッター来るのも久々だ。で、このガンダムのこの作り方っていうのをさ、調べてみたんで、面白いで。とりあえず予想、ガンダム1機作るのに、だいたい予想でいくらぐらいかかると。3億ぐらい？桁が違う。30億？何ですか？いろいろ入れたら多分3000億ぐらい。1燃料入台？れたら。いわゆる変形とか入れたりしたら、多分変形する3000んだ。億ぐらいか。作れるんですね。ね、あるんだよ。世界で何台あると思1台？う？6台。へえ、知らなかった。世界で6台ある。空で、想の世日界なん本ですね。に今2台ある。すごい。やってから、一応動くんだけど、その値段が、とりあえず単純な値段が今できるもので、約800億。800億で何ができるかって。ラジオ体操ぐらそうなんだ。ラジオ体操できるんだ。い。ラジオ体操ぐらい。で、歩く速さが8キロ。なんだけど、人間と同じぐらいですね。その中身がすごい。とりあえずコックピットがないだけで、とりあえず外でやるんだけど、中に入れるコンピューターがあるさ。このコンピューターが IBM のブルージーンっていうスーパーコンピューター。その値段が1機1億7100万。コックピットなしだからね。で、エンジン、歩くだけで、アパッチわかる？うちなんちゅうだからアパッチ、攻撃用のヘリ。高坊さん、攻撃用のヘリわかるよね？アパッチ。わかる？ヘリってさ、偵察用と輸送用って2つ分かれてるわけ。で、攻撃用があるわけ。攻撃用かアパッチなんだけど、そのアパッチのエンジンが7機。歩くだけでね。歩いたりラジオ体操するぐらいで。で、399億。で、それから、あと何があったかな。スーパーコンピューター、それから加工品。この加工っていうのが、要は骨組みを作るもの。カーボン。FRP って分かる？多素分、材？繊維強化プラス、要は強化プラスチックだっけ。と、カーボン。で、鉄骨、パイプ、フランチ、ランプ、と、他いろいろを入れて、
800と1000、感じかな。が、この、ごめん、これがちょっと値段がわからないんだけど。で、とりあえず制作代、加工代が、263億。で、多分これだと1億とか、多分これに材料を引いてると多分800億になるんだ。でも、それでも歩くだけだから。はい、そうですよね。歩くだけ。で、これに、自分で考えてみたんだけど、あれ、宇宙飛ぶさ。そうです、あれ、今度は。空飛んでたさ、あれ。の、ブースター、要はロケットエンジンを、ノーマルだとね、4機だったんだよ。足と背中の4機だったんだよ。その4機だけで、いくらだったかな。どっかに書かれたブースター、34トンから82トンのブースターを4機で1つか1億だから4億。そ4し億ということたは、ら、でもそれはエンジンだけ。で、多分もう新しいものだともうこれがもうたくさんついてるから、10個とかついてるのもあるから、エンジンだけで10億。で、それに加工費入れたらどうなるかようわからん。ようわからないんだけど。で、こう、ということは、で、それに今、ビームサービルとか、ライフルとか、シールドとか入れるとするさ。そそうれす何？ると、攻撃するためのやつで攻すか？撃する、普通に動くためのもの。動くためのと、もの。単純に入れて多分1500億から2000億ぐらいだと思う。で、それに燃料代入れると、多分さっき言った3億の1000倍、3000億ぐらい。3000億。想像ってついてますう、ね。すごいよね。ガンダムの世界ってものすごい、お金かかってますおね。金あるし、何よりも、モビルスーツを作れるぐらいの鉄とさ、カーボンとかがあるっていうことだわけ。資源がたくさんある。ちなみにガンダムって何をするんですか？そガンのダアムニメで上では。戦うの。戦うの？アクト？要は戦車みたいなもんがガンダム。平和を守るために。平和でもないけどね。戦争の道具なんだけど、要は。で、それがガンダム1機だから。多分なんかそれに、もっと、ノーマルでその値段だから、多分他のも入れると多分、3000億が一番安い。動かすんだったら。だから、何？山頂。3兆とか必要なんですね。10兆とか20兆とかっていう計算をしてみて、このガンダムの世界っていうのは、この地球の資源、お金、みんな金持ちなんだよいいこと。という話です。ガンダム好きなんですか？ 好きなんですか？ガンダムわからないの。見たことない、ちゃんと。女の子のプリキュアみたいな存在だよ。プそうリキなュんだ。ア好きだった？いや、特に。そうわかんない、見たことあるけど、そんなに、か。なんか、で、名前詳しいとかっていうのは知らないです。何か好きだった？小なさいんだ頃。ろう。私の小さい頃の世代は、プリキュアって結構あと、なんか、おジャ魔女ドレミとか、セーラームーンとか。うちああ、の幼夢稚園ぐらいは、でしたね。それ以降はハマらなかった。お邪魔女ドレミって言ってた、うちの夢さん。多分それくらい。本当に小さい時なんで、幼稚園生とか。そう、お邪魔女ドレミなんだ。プリキュアあったけど、もうその時は小学生とかなってたから、あんまり。じゃあ、このプリキュア最初やった時にさ、これどうせお邪魔女ドレミみたいになくなるんだろうなと思ってたわけ。ずっと続いてるさ、ですね。すげえなっていう。今もやってるんですかやってね。る。日曜日。10年ぐらいやったね、あれ。すごいっすね。もっとじゃないの、あれ。
でも、小学校の頃でしょ？あ、ですよね。そうです。低20学年以年で上しはもょ？う行ってるんじゃない。すごいよね。すごい。なかなかね、ないですよね。プなリんとキュかレンジア、ャーもそうだけど。オールスターズってはい。やったら、なんか一つの学級になってるよね。人数多すぎて。人数多すぎて。そっか、シリーズは変わってますからね。毎年あるさ。プリキュア、オールスターズ。なんか映画みたいな。だんだん増えて、特進クラスの人数ぐらいになってない。ちょっとした学校の一学科の生徒ぐらい、アムロ行きます、そうですよね、そう。そのアムロ行きますの、このやつですガか？ンダガム、ンダムって。高坊さんが、あれが大体3000億ぐらいの燃料代入れたら。大変だ。そりゃ壊したら怒られるよね。そうだよね。っていう話なんだが、ガンダムでね、ガンダ好ム。きな人しかわからんよね。確かに、お台場にあるのは見たことあります。模型があるんですよ、ガンダムの。お台場、東京の。原寸大？なんだっけ。違うか。原寸大じゃないですか。でもめっちゃ高いですよ。もう足元。18メートルぐらいやった？はい、あります、あります。多原分、寸大じゃそない。れ。18メートルあるのか。そうですよね。自分もノーマルのガンダムしか興味がない。その見ていたノーマルの18メートルのガンダムが800億です。かかってるんだ。といすうごい。ことです。すごいよね。大人っ大変てでバすカだよね。ね。そんなの作るんかいっていうのを作る。でも大切、大切だな。バカだよね。バカだけど、いいよね。夢あるんじゃないですか。なん夢か、がある。子供の時ちっちゃい模型でやってたのが。で、これに、このブースターとか、ブースターって、奉行はロケットエンジンさ、こういうやつを入れると。っていうふうに、自分は計算してみたけど、高坊さんもっとかかると思う。どうも。これにさ、ビームサーベルとかさ、この後ろにあるバズーカとか入れたらどうなると思う？それ考えると、この一番最初のやつってさ、ガンタンクとかさ、ガンキャノンとかって言ったわけ。それっての宇宙に行ってないから、ブースターがないわけ。空を飛ばないわけ。だけど、量産着かわいそう。量産ボールとかね。ボールとかってあるんだけど、こう考えると、このボールっていう本当に単純なさ、この丸い形に目玉がついていて、手が生えていて、で、頭の上に、戦車のこのバズーカがついてるだけだわけ。それだと、それでもよ。で、ジムっていう単純なものもあるんだけど、それとも800億さ、400億ぐらいするわけ。もしかしたら300億くらいか。もしかしたら200億かもしれん。まあ、ボロっちいから。だんだん今、話しててよく200億がなんか安く感じてきてしまう自分もおかしいんだけど、確かに。そういう値段。桁がすごいですね、やっぱり。近未来となると。近未来。だ、この800億ってよくわかるんでしょ。戦車がね、だいたいね、1台、よくわかるのが、オスプレイ。オスプレイが、だいたい、あれに聞かれた、100億。そんな。10億以上していたから、100億いくかいかないか。F37 だったかな。新しい F があるでしょ。あれでね、100億ぐらいな。高いんですね。新しいやつね。このレーダーに映らないステルス機能をつけてね。そういうすごいのがあるな。で、このガンダム1機で、この最新鋭のこの F シリーズの戦闘機が、要は動くとするよ。15台ぐらい。
そうするとなんとなくまあそうでわすかる。ね。なんか現実っぽい。っていうくらいの値段。すごいな。そう。高いの。無駄遣いだよね。北朝鮮みたいな。ミサイル飛ばす前にみんなにご飯をあげなさいみたいな。その前に生きる人のためにお金使ったらっていう話になるんだけど。っていうガンダム。高いガンダムですね。そう。で、これにコクピットか。このコクピット、この全面 LED の、あれをつけて、この何ていうの、スクリーンを全部つけて動いてっていうのも入れると本当に3000億ぐらい。そりゃあれだよね、このガンダム乗せる時ってただでは乗せないよねと。思わん。どれくらい取るんでしょうね。多分宇宙飛行修理すごいんじゃない？まあ、確かに宇宙はね、今行けるようになってますからね。宇宙飛行士の10倍ぐらい厳しいんじゃない？あ、審査が。審査。だと思う。だってロケットでも飛ばすのに大体100億から200億本体入れてくらいの値段ぐらいだよ。ちなみに、アニメの中のガンダムって人何人乗れるんですか？一人。ああ、一人なん。じゃあ一人ですね。そう。と考えると、ロケットの4、5台分じゃない、10台分ぐらい、このガンダムって時間かかるわけ。金かかるわけ。ということは、ガンダムに勝手に乗ったアムロレイって怒られるのって当たり前だよそんなとんだ。ね。で、高坊さんね、思わん。ね、あんな、あれでも多分1500億ぐらいのガンダムで、あれにアムロレイ勝手に乗ったんだよ。あれ、そりゃあれ司令官からぶん殴られたら当たり前だよね。っていう、ごめんね、夢を持ってる人に夢を持ってる人に。CM お願いします。そう考えるとそうだよね。だってロケットに勝手に乗るんだよ。そういう話なんです要ね。は、そう。要はね。で、まあ、でもニュータイプだから運転できんだけど。だから今だとロケットがあるさ、今昔だったらスペースシャトルに勝手に乗って3人で操作するのを1人で操作して勝手に宇宙行って帰ってくる人だけ。それ何しに行ったの？わざわざそうやって盗んでまで。わからないんだけど、わからこないれの。がアムロレイだわけ。よくわかんない。そりゃ地球防衛軍の上に上がれるよねって。残り3分ぐらいですね。いや、すごいね。もうガンダムってこんな喋ったんだ。そりゃ地球防衛軍のさ、上になれる。じゃあ行きます。はい。はい、どうぞ。で、話してた。この地球防衛軍のアムロレイって最終的には総帥になったさね。考えてみたらさ、アムロレイみたいな人が勝手にスペースシャトルに乗り、勝手に宇宙に行き、勝手に仕事をし、勝手に帰ってくるようなものだわけさ。3人分4人分の仕事をして、それを考えてみたらさ、どんなに無茶をしても地球防衛軍のさ、トップになれるよねっていう話。なるほどね。そう。そりゃなるよね。なると思いまねえ。で、沖縄の、琉球サッカーのチームからさ、す。FC 琉球。FC 琉球にさ、要は
ジーコじゃない、アルシンドとかさ、ああいう人たちが入ってきてさ、チームをかき回す。かき回すけど、この人がいることによって強くなるさ。どんなに辞める人がいようとさ、みんな容認しないと思う、すると思う。で、これがさ、この J1 に行ってさ、優勝する。そりゃどんなにチームをさ、ひっちゃかめっちゃかにしようか何しようが、この人で優勝すりゃさ、日本一なろうなったらさ、何も言わずよ、GM になれると思う。思わん？なんか本当にそんな感じだと思う。ごめんね、なんかガンダムだけでごめんちって、ごめんね。朝から何を喋ってるか分からんけど。そりゃあなるよねーっていうガンダムの話から、そんな人に僕はなりたい。なりたい。おお、すごいですね。絶対なれるわけね。朝いたもの久しぶりです。あ、皮膚科でしょ。見よったよって、ありがとう。だから埼玉の講座、本当に久々だね。土曜日活用してますか？大丈夫です。この後、また3本取りするから、連続でやりますよ。聞いてください。あと1時間半、おっちゃんの話聞いてくださいね。ということで、もうさっさと終わ5り時か。半です。ということで、とりあえず1本目終わります。では、いや、大丈皆夫。さん、仕事頑張ってください。いってらっしゃい。皮膚みか。え、何？そうだよ。何、皮膚みかって。皮膚みそも今度やってんの？わかんない。何だろう、皮膚みそも何かやってんのか。ちょっと一回多分、一回配信終わりましょうね。多分切れちゃうから。一旦終了しまーす。